サッカーファンの皆さん、こんにちは。今日は抜けるような青空の下で行われるデーゲームをお楽しみください。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。明治安田生命 J1 リーグの一戦、鹿島アントラーズが清水エスパルスと戦います。それぞれ得意とするスタイルはあるでしょうが、いかにその形に持ち込むかが鍵でしょうか。序盤の展開に注目していきましょう。このゲーム、ゲストチームは今シーズンここまでかなりの失点も重ねています。シーズンの終わりまでに相手に何点献上する気なんでしょうか。ここの監督は守備についてどう考えているのか、一度話を聞いてみたいです。アントラーズの出身選手からは海外でも結果を残す選手が出ています。クラブで植え付けられた精神が海外クラブでの競争でも役立っているのかもしれません。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。こちらがアウェーチームの先発メンバーです。こちらも 4-4-2 のフォーメーションです。いよいよ試合が始まります。鹿島アントラーズボールのキックオフです。町田幸輝、犬飼智也、三沢健人、小泉慶、強い当たりだ。このパスはまっすぐ相手に渡ります。小泉慶、パスは精度に欠けました。タッチを割ってスローインです。見事なパスカットです。このシュートは全く枠へ飛びません。コーナーを狙ったんでしょうが、完全にずれてしまいましたね。うまく読んだインターセプト。ここはボールを奪取しました。ボールがこぼれる。三沢健人、クロスを中央に入れた。ここはしっかりクリアしました。ここはうまく取りました。よく見えてましたね。土井翔馬、鹿島アントラーズのうまいパス回し、チャンスをうかがいます。このクロスはブロック。ここはクリアしました。長木亮太、ゴール寸前で見事なクリア。キーパーがギリギリでボールを処理しています。得点にならなかったのが不思議なくらいですね。これはよく見ていた。ビッグチャンスです。ここは先制点のチャンスを逃しました。決まってもおかしくないと思いましたが、入らないものですね。
小泉圭。相手に当たりピッチの外へ、スローインです。三沢健斗。鹿島の攻撃です。シュートは入るか。見事に止めました。スーパーセーブです。ボールはゴール前へ。クリアしました。コーナーになります。中に入れた。キーパーがボールを弾いた。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。もう10分以上鹿島アントラーズの攻撃が続いています。自分たちのサッカーを存分に展開していますね。これならいずれ勝ち越し点を挙げられるんじゃないですか。相手が触ってボールが出ます。コーナーキックです。さあボールを蹴った。ボールはラインを割りました。ゴールキックです。今のシュートシーンのリプレイです。ここはタックルでうまく対処しました。相手ボールのスローインです。綺麗なタックルです。素晴らしい読みでインターセプトしました。中にクロスが入った。キーパー止めましたがまだインプレー。スローインが与えられます。スルーパスが通っていればかなり危険な状況に陥ったでしょう。ここはうまくボールを取りました。あっとこぼれた。いい寄せです。さあカウンターを仕掛けるか。ゴール前で振り切った。わずかにゴールを外しました。カウンターは良かったんですが最後の最後でうまく詰められませんでしたね。主審はよく見ていました。ここで試合を止めてイエローカードを提示します。プレイを流していましたが今のは仕方ない判定でしょう。よく見ていました。ヘナト・アウグスト。これは見事なインターセプト。ミサオ・ケント。鹿島アントラーズのうまいパス回し、チャンスを伺います。中に入れてくるか。うまく組織されたディフェンス。サイドからの突破を許しません。相手のマークに合っています。カウンターのチャンスです。ドリブルで進みます。そのまま前に進みたい。素晴らしいゴールです。相手の隙をうまく突きましたね。攻め込みすぎたのが原因ですね。カウンターの危険を常に注意しておくべきでした。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。
長木亮太。このパスはカットされました。チャンスだ。キーパーが止める。見事なセーブですね。ボールをよく見ていました。エリア内へ向かうか。キーパーがコーナーをパンチング。前半が終了しました。スコアは1対0。1点のリードでハーフタイムを迎えます。この試合はどのような結末を迎えるのでしょうか。さあ後半キックオフです。今のところポゼッションは鹿島アントラーズが上回っています。それにもかかわらず厳しい状況が続いていますね。追いつくにはバックラインを前に動かしたり、もっとピッチを広く使ってチャンスを作り出していくべきでしょう。視線が中にいった。さあ出すか。長木亮太、いいパスだ。あと PK だ。これを決めれば同点です。PK の判定、レッドカードです。思わずやってしまったという感じでしたね。レッドはちょっと厳しい感じもします。緊張はあったと思いますが、しっかりペナルティーを決めました。この PK ですが、キーパーが飛ぶと読み切っていたようですね。しかしそこまで分かっていたとしても、真ん中に蹴るのは怖いんです。このキッカーは勇気がありますね。ボールを失った。素晴らしいスルーパス。ボールを運びゴールに襲いかかります。このタックルはファールを取られます。おそらくイエローでしょう。ここは鹿島に警告が出ます。これで厳しくいけなくなります。ちょっと苦しくなりましたね。鮮やかなフリーキックでしたが、ここはわずかにそれました。決まりそうなシュートでしたね。次にチャンスがあれば修正してくると思います。もしイエローが出れば2枚目になりますが、遠藤康志、カウンターアタックに入るか。このカウンターは不発。ボールをキープできません。打ってきましたが大きく外れてしまっています。プレスが効いている。
スルーパスを狙います。ボールがこぼれました。クリアできるか。また弾いた。ボールを抑えたい。リードを奪えるチャンスでしたが決められませんでした。もう少し落ち着いて狙った方がいいでしょう。有利な展開を続けるチームにサポーターも力強い応援で応えています。ヘナトア・ウグスト、フェバナ、イエローカードが出そうです。2枚目となってしまうのか。危ないプレーです。すでにイエローカードをもらっています。1枚目の後でもコンスタントなプレーができていますが気をつけたいですね。クロスのチャンス、これはチャンスだ。決まった。ゴール。退場者を出しながらもここで相手をリードしました。映像が来ました。このクロスが決定機につながりました。そしてこのボレー、完璧にボールの芯を打ち抜いています。別の角度からご覧ください。相手ボールになります。おっと、裏へ出した。入れば同点となります。見事なブロックです。これはナイスインターセプト。ここはタックルでうまく対処しました。スローインです。いい組み立てだったんですがボールを奪われましたね。走り込んだ味方に合わせました。これは見事なタックル。このままプレーさせます。チャンスになりそうですよ。何をしてくるのか。打てるか。同点になるのか。キャッチできません。ボールがこぼれた。ここはセーフティーファースト。タッチに逃げました。ここで下がりますが今日の出来は非常に素晴らしかったんじゃないでしょうか。中にスペースがあります。土井翔馬、ビッグチャンスです。入った。同点弾です。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。こちらのカメラからの映像です。これで同点となりました。次のゴールはどちらのゴールとなるでしょうか。ヘナトア・ウグスト、この選手が視点となってパスを回しています。白崎亮平、遠藤康、相手に渡ります。ラストパスを狙いましたがディフェンスがこれに対応します。相手ボールになります。これが最後の攻撃になるか。1対1です。同点のままかと思われましたが
ここで貴重な勝ち越し点が入りました。よく冷静に決めましたね。このゴールは大きいですよ。リプレイが出ます。いいところにスルーパスを出してきました。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。このゴールで勝負の行方は決まったと言えるでしょうか。そうですね。これはちょっともうなさそうですね。パスはカットされます。このチャンスにスタジアムは沸いています。うまく生かすことができるでしょうか。サポーターここで狙いたい。ここはキーパーが定位置にいませんでした。慌てることなく落ち着いてゴールを奪っています。映像が来ましたね。ここでディフェンダーを突破しチャンスを作り出しました。そしてこのフィニッシュ、キーパーをかわして流し込みました。何なんでしょうかね、この冷静さは。ドリブルで持ち込んでいます。危ないプレーに見えました。カードでしょうか。ここは鹿島に警告が出ます。これで厳しくいけなくなります。ちょっと苦しくなりましたね。ゴールチャンス、エリア内滑っていった。見事なパスカットです。主審がペナルティースポットを指さします。これを決められると1点差に詰め寄られます。 PK が与えられたものの選手にカードは出ません。カードが出てもおかしくない場面ですが、そこまで悪質ではないという判断なのかもしれません。ゴール入った。これはいい時間だ。この PK ですが、リプレイで見ると蹴り足から絶妙に力を抜いているのが分かりますね。柔らかく飛んでいくボールを見たキーパーのやられたっていう表情も最高です。まさかパネンカで蹴ってくるなんて思いもしなかったでしょう。ファールの判定です。フリーキックですね。お聞きください、この声援。サポーターが選手たちを後押ししています。どうする、守りきれるか。決まった、値千金の同点ゴール。退場者を出しながらも試合終盤に追いつきました。立て続けの得点となりました。相手チームは呆然としています。さっきの得点で少し気落ちしたかもしれません。これ以上の失点は避けたいですね。
前後半合わせて90分、試合は決着がつきませんでした。